さあ、どんなステージでしょうか。あの人、あ、ぶれぶれ、勝手にやってくれんじゃん。オッケーオッケー。なんだここは。マスターパルザボーイに報告、ラネル鉱山に到着しました。山？鉱山か。ほう、ラネル鉱山、人いねえじゃん。ここ数百年で一気に砂漠化が進んだ乾燥地帯です。ほう、広いな。さあ探索しようぜ。このエリアの先にゼルダ様は何か、向かわれたと推測されます。オッケー、じゃあ探そうか姫様。さてまず辺りを見る。あっ、メガネキューブがある。うおい、いいんじゃないの。さてこれはまあ終わった後ですね。ビー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 聞こえてる。あ、セミか。なるほど、セミだ。捕まえちゃおっかな。おいよ、バカタレ、どこ行くんだよ。逃げられた。逃げられたぞ。おい、これはどうやってんだっけ。こうだ、回収する。さて敵がいたら爆弾をぶち込んでやろうかな。これさ、壊せそうじゃない、壊せそうじゃないこれ。しょうがねえな、もう一個行くか。違う、間違えた。あ、岩だ。あ、ルピーか、安い、1円か。オッケー、じゃあいいや、これでもう一個回収して。なんだこれ。お、コウモリ野郎がいる、かかってこいよ。いいぞ。ん、これは何、動かす、 A で動かす。ん、待って待って、 A で動かす。あー、なるほど、体力使うね。これは落としていいんかな。いや、落としちゃう。弁償なら後でするから任せろ。ああ、なるほどね。オッケー。じゃあということはここでボムを使う。ストライクじゃない、ストライクじゃない。ほらー、やべえ、やっちまった。いって、ちょっと待って、おい、何見てんだよ、何見てんだ小僧、何見てんだよ。わ、見せ物じゃねえんだよ。いや、これ壊す。自爆しちゃったよ。やべえ、この先不安でしょうがねえんだが、俺大丈夫か。久しぶりに頭使うぜ今日。こうしてこうか、で登る。ああ、もうね、余裕です。はい、余裕ですよ。行こうぜ。だってぶっ殺されてるやつはどいつだ。誰なんだこいつ、誰だっけ名前。注目対象の名称、基地中、基地中。一定間隔で電気を発生させ中中、他の中中と同じく油断すると危険です。電気を帯びている時に触れるとしびれてしまい体内に取り込まれる危険があります。倒した方みたい。オッケー、知らねえ、こんなの切ればいいんだよ。あ、ちょっと、あ、ちょっと、やべやべやべ、ちょっと待って、クセモノだこいつ、クセモノ、クセモノがいる。ちょっと待って、なんかムービー入ったぞ。おい、ちょっと待ってくれ、今戦闘中なんだけど。俺戦闘中だぞ、おい。そうだよな、戦闘中だよな。しょうがねえな、お前にこれじゃプレゼントしてやろう。いくぞ、ほら、ほら、食べな。なんだ、弱えじゃねえかよ。弱えじゃねえかよ。さて、これは何かなるかな。ごめん、ハートくんないかな。ここでリロードしよう。リロードして爆弾。爆弾はね、いくつあっても困らないんで。これさ、一気にいけないかな。重いんだ。で、あの真ん中にあるあの丸いやつなんだろうね、フーターみたいなやつ。怪しくてしょうがねえ、怪しいぞこれ。謎解きかこれ。まず切る。あ、切るとどうなる。模様替え、模様替えになった。誰だこいつ。一気になんか、なんか綺麗になったな。テーマパーク見て、来た。
誰ですかあなたたちは。 RS301 シリーズ。お前どっから追われたと。俺たちはここで時空石を集めてラネール錬石場まで運んでるだ。ラネール錬石場、危ないから人間はその青い石触っちゃなんねえだ。青い石。この空間には軸の転移を確認。青い石に衝撃が与えた影響で付近の空間内だけ時間が遡り過去の状態になっているものとする。何それ、どういうことよ。あ、いや、あ、やったハートだ。何、古代の花素材かな。あ、いいや。さて作業中悪いんだけど、その岩ぶっ壊しまーす。いらっしゃい。作業中ごめんな、背中注意だぞ。ごめんな一生懸命掘ってんだけど。まずはこいつは時空石を運ぶトロッコだ。人間は乗れねえだ。あっち行ってけろ。乗れるだろこんぐらい。乗れんじゃねえかよ。あ、ごめん乗っちゃったけどいい。これどこ、ここどこ。お疲れ様です。うん、ここで働きたいのか。その変な帽子取ってヘルメットかぶってくるけろ。ヘルメットなんてねえよ。閉じ込められてしまったよ。あー、なんだこの宝箱は。絶対キーアイテムだったこれ。見てろって。ああ、お小遣いだったね。お小遣い20円ですね。はい、じゃあここで爆弾を、設置します。いいよいいよ。あ、どうなる、バカつんの、遅いね。なんもねえぞこれ。最近変な奴らが襲ってくるけど、俺たちが武器なんて持ってないから襲われたら終わりけど。変な奴。うん、あー、これは聞いたね、君の話は。さてと、もう一回乗れば変わるんかな。あ、なるほど、自動式なんだね。さて、ここで俺どうすればいい。あー、この先じゃね。ここ怪しい、ここ、このドア。だってこのドアをどうやって行くかなんですけど。ああ、なるほどね、かしこまりました。はい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 。ということはこれを乗ればいいんだよ。どう、ドロー乗ってみましょう。さあどうなる。いきなり敵とか出てこないの。あ、なんだ。あー、この物体破損から長い年月が経過していると推定。話している内容は解析不能です。 OK、 分かった。じゃあもうこういうのをね、片っ端からぶっ壊すんですよ。これ俺流ね、俺流です。これうい、もう一丁いくか。おお、びっくりした。何それ、なんか出てきたよ、あれ宝石みたいのが。ルピだ。ただこれを切るんじゃないの。はい、天に剣を掲げて、天に剣を掲げて切る。ほらーほらー、こうやって切りにするんだよ。なるほどね。あ、動いたぞ動いたぞ。時空石は俺たちは機械を動かす大事なエネルギーだ。フラフラしてねえでさっさと働けろ。かしこまりましたボス。時空戦に興味があるのか。だったらラネール錬石場を見学するといいキャロ。ラネール系…あれ、あー、わかった。あそこのカゴに俺をぶち込むんじゃないの。バスケットボールだ、バスケットボール。どうだ、バスケットボールだろ。いや、冴えてるな今日俺。冴えてるよ冴えてるぞ今日俺待って、何レフィちょっと回収するか。だって先に行きましょう。いや、回収して。さあここ何だ。出たな、クソども。待って、こいつら嫌いなんだよ。切るとさ、ビリビリする。これ遠距離でいけない、遠距離で。あ、つくだ、つくつく。ブイッ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 。やべ、
つえこいつ。あ、やべ。こいつ俺苦手かもしれない。苦手だこいつ俺。繋がるな。待って、どういうこと？そうか。で、バスケット、バスケットボールね。はいはい。しょうがねえな。中学時代俺バスケ部だったからね、余裕でしょこんなの。おらよ。ほら、中学時代、やべ。中学時代を舐めるなよ。だってこれもぶち込む。ほい。いいよ。ほい。あ、ルピーがある。回収しよう。なんだよお前。なんだ。で、あっちのやつも気になるかやっちゃいましょう。はい、よ。行け。入ったぜ、ナイスゴール。オッケー。よし。これどうだ。なになになに、なんかキーアイテムあんの？あれ？隠し穴だ。見つけちゃったよ。おーおーおーおおおお、出たな。黄色？電気ビリビリ？関係ないんだ、切ればいいんだ。オッケー。切ればいいんだよ。オッケー、お小遣いゲット。もういねえよな。もう出てくんじゃないぞ。大丈夫だな。ただ先に進みましょう。待って、こっち。やばい、体力がやばい。おいおい、なんかいんぞ。うわ、あいつ大地に死んでみたろ。あいつ炎吐いてたけど、今回は雷か、電気吐くのか。しょうがねえな、しょうがねえな、しょうがねえよ。俺の思い届けー、来た、届いたぞ俺の思い。ま、マジでやめて、マジでやめて。うっせえなこいつ、打ち込んでるよ、おらよ。うわいいぞ。これなんだ。あ、これ穴掘れるやつだっけ。あれ違う、違うか、違うみたい。だってハートがあるな。回収しよう。やばい、巻き込まれる。しょうがねえな。やめろ、ちょ、今スタミナがない、スタミナがない。いけ、これをお前にプレゼントしよう。こっちか。まずい、逃れ、待ってくれ、頼む。俺の冒険終わったわ。待って。やっちまった。待って、これは？見回す。これ上から降りてこれると思うんだけど、俺の勘が正しければね。いや、あの宝箱よ、あれなんだろう。まあいいや、今はいけないっぽいんで焼きに行きましょう。そうね、あ、こっちにも光がある、なるほど。出ましたね。しょうがねえな。はい、こうやってやる。あ、ちょっと待って、あれタイミングだ、タイミング。荒いな。はいはい、見極めて、見極めて、大丈夫、もう見極めた、もう大丈夫、見極めた。もう見極めたぞ、大丈夫だよ、任せろ。で、こいつを、うわ、ここまでしかないんですよ、レールは。じゃあもう上行くしかなくない。なんだよ、遊びでえか俺と。おめえもいいぞ。だって爆弾の在庫が今3個しかねえんだよ俺。大事に使おう。ほらよ、ほらよ、
なんか出てくると思うんだけど、なんもねえじゃねえかよ。おい、オッケー、これで在庫マックスです。さてこっちの方に行きたいんだけど、まだ行けないんですよ。つまりこの先に何かがあるということでしょうかね。しょうがねえな、俺のボーリングテック見してやるよ。行くぞ、ほいよ、ストライク。オッケー、さてこっから行けるかな。いけるこれですよね、ですよね、無理ですよね無理ですよこれさ、奥までさ、転がせるかな。行ってこーい。行った、行ったぞ、行ったぞ、行ったぞ。あー、あれだ、行ったぞ。で、あれだ、方向よし、ドストライク。超転がるじゃん。冴えてるぜ俺今日ね。え、冴えてる。なんか出てきたよ、なんか出てきたよ。お前誰だよ。お前はおしがれ。避けんな、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 避けんじゃねえ。何がしたいんだよお主。はい、よこよし、来た来た来た。あら、こんなところにも作業してる。あとなんだ、やっちまった、やっちまった。ずるい。これをもう一回やる。はい、復活。あっ、トンボがいらっしゃる。捕まえようぜ、捕まえちまおうぜ。こっち来い。鬼山だって。いいんじゃね？鬼山だ。オッケー。捕まえちまおう。で、爆弾にセットしよう。待って、で、ここでセットして、こうだ。さあ、どうなる？どうなるかい？一円！一円だけかい？話を聞かせておくれ。こんなところに人間とは珍しいけどね。お前時空石に興味あるのか。いや全然、たまたま来ただけですなんだお前なあ、これが欲しいのか、これが欲しいのか、これが欲しいか、これか、たわいもないな。だってこれはなんだ、なんだこれ、隠しアイテムか。黄金色ドクロ飾りを手に入れた。ドクロ飾りなきゃ特にレアな一品。お、あ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 、そうだ、これがあるという。またお前か、これが欲しいのか、違うか、違うか、これか。見極めて、見極めて。そう、このゲームって見極めが大事なの。そう、見極めが大事。じゃあ乗ろ乗ろ乗ろ、そんなこと言ってらんないよ。今行こう。いっぱいいる。待って、ごめん、ハートくれ、ハートくれハートくれ。おこおこおこ、なんか知らないとこ来ちゃったんですけど。ラネル砂漠に到着。ここは急激な砂漠化により地質が大幅に変化しています。うーわー、なんか強そうな敵がいっぱいいるんですけど。エスカルゴがいっぱいいるんだけど。踏み込むと飲み込まれる流砂も多くの天才を確認。不足危険度 30% 上昇。見解のため、マイナスで地図を見て地形の確認を推奨。ゼルダ様はここを進まれた推測。先ほどの情報の通り、ここは危険なエリアであることと、オールディンでの行動の真意を確かめるため一刻も早い合流を推奨します。かしこまりました。めっちゃ広いなおい、めっちゃ広いじゃないですか。ラネール砂漠現世地ここね。いいよ、立ちはだかる敵全員ぶちのめしてやるから。
まずはこういうので、こういうねやつはね細かくやっていきましょう。アクシアイテムがあったりするからね、多分遅延と。あらあら、ほら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 、やっぱりそうだ。よっしゃ、娘。緑になった。なるほど、これで帰りに行けるということかな。すまん、ハートくん、ハートで、セーブする。オッケー。さて、先に進みたいんですけど、ここが怪しい。そうでもね。さて、行っちゃおうか。ガチの砂漠じゃん、これ。なあ、ガチの砂漠じゃん。